はい、どうもタンタンです。こちら、マハロからですね、非常にコストパフォーマンスの高いシリーズですね、このパーロイドの月板とバインディング、このシリーズの、こちらはねバリトンサイズです。見ての通りかなり大きめなサイズで MP4 ですね。はい、こういったでしょ、まあ、かなりサイズ感はバリトンなのでしっかりとあるタイプです。で、このシリーズ全部共通の仕様としてスプルースの単板のトップで、マホガニーのサイドバックっていうのがこの各サイズ共通の仕様になっております。でバリトンでこのチューニングがギターの 1,2,3,4 と同じチューニングで、なおかつスプルース単板トップということもあって、非常に音の感じは完全にギターっていう感じかなと思いますね。非常にしっかりと太い音で出るかなと。この、ね、12フレット付近の音の伸びなんかもやっぱり短いねソプラノコンサートといったウクレレに比べると非常にしっかりとなってくれる、そのあたりがこのバリトンウクレレの、まあ、扱い安さというか、まあ、魅力というかそんな感じになるのかなと思いますので、こうちょっと低音域、ウクレレの軽い鳴りっていうのもいいと思うんですけれども、こういった低音域のしっかりしたこう弦楽器の雰囲気っていうのも非常に面白くて、こうソプラノコンサートテナーとはねまた違った使い方だったりそういったものが楽しめる一本じゃないかなと思います。こちら、マハロのバリトンサイズですね、 MP4 という型番のバリトンサイズでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。